にちは、風卓です。その仲間です。今回は風卓サバイバル実況パート22となります。前回の続きからやっていきましょう。やっていきましょう。しかし前回は隊長の建築を見たが本当にすごかったな。そうだね。ワイも頑張らなきゃ。そうやで。ってことで今回は何をするんだ？今回も事前に色々準備しているので、それを見ていきましょう。ほうほう。このレールはもしかして、村人さんをまた拉致したのか？正解だよ。いや、正解だよ、じゃないんだよ。あそこでラマが周回してるね。とことんそらす気か。ごめんごめん。今回村人さんをなんと、ある程度の人数をここまで移動させておきました。こんなところに連れてきてどうするんだよ。まあまあ話はこれからだよ。ってことで今回はここに、アイアンゴーレムトラップを作っていくよ。アイアンゴーレムトラップ？なんだそれ？まあいつものように作りながら説明していくよ。ほいほい。今回の材料はこんな感じです。これプラス村人さんって感じかな。あ、あとベッドが20個いるよ。まずはこの装置の説明だけど、上の条件を満たしてください。簡単に言うと、ゴーレムを沸かせて、そのゴーレムをマグマで焼いて鉄にする。それを繰り返すことにより鉄が無限に回収できるって装置だよ。ゴーレムに対してとんでもない拷問装置だな。確かにそうだね。でもこれを作ることによって鉄が無限になるから、ホッパーとかが鉄を気にせずにいっぱい作れるようになるんだよね。まあサバイバルする上で仕方ない犠牲ってことにしとくか。うんうん。ってことでもう始まっちゃってるけど作っていくよ。ほいほい。まずは 3×3 で深さ3マスの穴を開けます。次にお好きな方向の端を1マス掘り、その中にチェストとホッパーを置きます。穴から2マスまでを深さ2マス分掘っていきます。なんか村人さんが発情しているぞ。さっきベッドを一瞬置いたからかな。まあそれはさておき、ベッドを20個作っていきます。ほいほい。次に画面のようにベッドの向きに気をつけながらベッドを20個置いていきます。これはこの前までずっと探していた茶色の羊。そういうのってほんといらない時に限って出てくるんだよな。だね。まあ作業に戻るね。よし、これでベッドの設置は完了です。重ねてにはなりますが、ベッドの向きには気をつけましょう。ほいほい。次にベッドの上に土を置いていきましょう。あ、そういえばこの装置なんだけど、うどんさんって方の動画を参考にしながら装置を作りました。うどんさんありがとうございました。ありがとうございました。うどんさんの動画は便利な装置の作り方を丁寧に説明してくれるので、皆さんも見てみてください。次に画面のように穴の中を作っていきましょう。
次に穴から3マス開けて、4マス目に横5マス深さ3マスの穴を掘っていきましょう。この穴を他の3箇所にも作っていきましょう。次に各穴の壁の真ん中を1マス開けていきましょう。ここに食料ブロックが入るようになります。なんだか子供がその辺を徘徊しているな。そうそう、ベッドを置いてから繁殖が始まってこんなにも増えてしまったんだよ。なるほどな。で次にさっきの穴に各5人ずつ入れていくよ。ってことは合計20人の村人さんがいるってことか。正解。でこの穴に入れる村人さんは必ずニート以外にしましょう。村人さんの中にもニートがいるのか。そうそう、ちなみに見た目はこんな感じで緑色の服を着ているよ。ちなみになんでニートはダメなんだ？よくぞ聞いてくれました。ゴーレムが湧く条件で村人の 75% が就職ブロックと紐づいているっていうのを冒頭で説明したと思うんだけど、ニートは名前の通り食用ブロックが近くにあっても就職しないので 75% 以上にならなくなってしまうってことだよ。ほうほう、さすがニートだな。まあそんな感じで気をつけながら村人さんを入れていきましょう。ということで全部の箇所に5人入れることができました。次に処理槽を完成させていくよ。まずボタンの上にマグマ、地にホッパーの反対側から水を流していくよ。お、体調が高いところから落ちたぞ。大丈夫かな？連絡してみるか。だな。まあとりあえず作業しながら心配しておこう。それ心配って言わないぞ。多分大丈夫だから。で次に処理槽の上にゾンビオーク台を作っていくよ。あ、隊長何も持ってなかったから大丈夫らしいぞ。おお、それはよかった。でゾンビオーク台の高さは地面から4つ目に置くようにしましょう。高さは4じゃなきゃダメなのか？多分だけど低ければゾンビが降りてくるし、仮にトロッコに乗せっぱなしでもゴーレムの攻撃が当たるんだと思うよ。逆に高すぎるとゴーレムが敵対する範囲から外れてしまうから、処理槽にゴーレムが落ちなくなるんだと思うよ。なるほど、だから高さ4の位置がちょうどいいってわけだな。多分ね。でちゃんと台から2マス開けて不透過ブロックを置いておくように。これでゾンビが燃えないようにするんだな。正解。でその台に登らせるように階段を作ってレールを引いていくよ。ほいほい。ゾンビを持ってくる前に村人さんの穴を塞いでおくようにしましょう。その穴に敵が落ちたら村人さん終了だからな。そうそう。で念のために穴の中で敵が湧かないように穴の中に松明を置いておきましょう。ほいほい。よし、これで夜になるのを待ちましょう。夜になったら敵をトロッコに誘導しましょう。乗ったらそのゾンビに名前を。なんだこの名前は？しらじらしいやつだな。ごめん、これ
これもうどんさんがよくやるやつなので参考にしてみました。そこもかよ。ってことで無事台の上にゾンビを運び終えたら階段を壊しましょう。でこのままでも多分大丈夫なんだけど、ワイは台のトロッコとレールも壊しておくよ。ほいほい。ってことで朝になりました。これで終わりか。あともう一工夫していくよ。ほうほう。はい、ゾンビさよなら。上のゾンビは大丈夫そうだな。だね。で次に処理槽の中に猫やタのモブが落ちてしまった時、モブがたまらないようにそれらを除去するマグマを置いていくよ。ほうほう。で最後にこの4箇所の村人さんの穴を全部つなげていくよ。なんでだ。それは必ずしも各穴の村人さんが自分の穴の食用ブロックと紐付けがされているわけではないからだよ。簡単に言うと自分の穴と反対側の穴の食用ブロックと紐づいて仕事ができなくなるのを防止するってことだよ。なるほどな。それで全部を繋げることによってどこの食用ブロックと繋がっても歩いていけるってことか。そうそう。でその手前にブロックを置いて、さらにその外に道を作るとどの攻撃もしやすくなるよ。お？この音は、もしかしてちゃんと開いてるー。無事に完成したようだな。だね。で最後に一気におしゃれにしていくよ。抜け目がないな。ではドヤー。おお、遺跡風に仕上がっているな。そうそう。 Y の建築については全てお好きに使ってもらって大丈夫です。真似してもよし、アレンジを入れてもよしってことだな。そういうこと。では Y がいろいろ調べた感じ、このトラップが一番簡単で効率も良かったよ。なるほどな。アイアンゴーレムトラップって聞くと結構大きいイメージだからな。なのにこんなにもコンパクトに作れるとは。視聴者さんの中でまだアイアンゴーレムトラップを作ってない方がいらっしゃいましたら、ぜひ作ってみてください。この動画を撮影して後から鉄の消費を気にしなくてもいいぐらい手に入ったからね。ほらこの通り。これにお見えだな。ってことで今回はアイアンゴーレムトラップを作ろうでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回は本当に便利な装置が完成したな。だね。これで鉄を探しに行かなくてもよくなったよ。今後もサバイバルで便利な装置があったら作っていくね。ほいほい。今後も変わらず動画を配信していきますので、次回もお楽しみに。コメント欄にも感想など書いてくれよな。だね、遠慮なく書いてね。それではまた次の動画で、バイバーイ。バーイ。